女子シングル部門です。日本チャンピオン湘南 SAJ クラブ所属の宮田芳美選手です。去年はトリオで出場8位、そして2003年おととしの女子シングルでは3位に入った選手です。演技の最初からコンビネーションが決まりましたね、はい、この技、はい、パイプジャンプもいいですよ。エアロビックは1分45秒の間に12の技を入れ込んでいきます。その中で芸術、技術、難度の3点から審査が行われます。大体得点としては何点ぐらいを目安にしたらいいんでしょうか。もう20点台に近づくともう優勝圏内ですね。はい、エルサポート決まりました。スピーディーですね。この宮田選手の特徴はどういったところでしょうか。上半身の動きとかですね、こうちょっとしなるような、ための効いた動きを見せてくれます。ダンス的で表現力が豊かですね。リフティッドウェンソンラテラルヒジプシャップ決まりました。これも深く胸を沈めるように腕立て伏せをしないといけません。こうしたエアロビックの動き、フロアを広く上手に使うことも必要なんですよね。そうなんです。そのスペースの活用ですね、はい、そしてその技はいろいろなステップをこのようにですね、弾みながら軽快につなげていくんですね。少し宮田選手、予選では力強さに欠ける部分もあったんですけども、この決勝は非常に気持ちが乗ってますね。いいですよ、すごい集中してますよ。ここまでのところいかがでしょうか。いいですね。後半になってもその動きの勢いが落ちませんよね。このスペースの活用とか振り付けもとっても宮田選手に合ってるんじゃないでしょうか。宮田芳美選手 19.600、 予選2位で通過しています。ここからはメダル争いも気になってくるところです。素晴らしい高いジャンプですね。キレがいいです、はい、V サポートでの2周です。バーチカルまっすぐに垂直ポジションに足が伸びてますからね、それがいいんですね。フロアでの動きどうでしょうか。もう全身をバネのように使う、本当に弾むような爆発するような演技ですよね。タックジャンプのシングルターン、ジャンプの一番高いところでポッとこうフォームが決まるので、はい、とてもクリアーに技が見えてきますね。今の L サポートの入りも非常に速かったですね。こんな速く回れる選手なかなかいないんですよね。ダブルターンのバーチカルスプリット、リフテッドウェンソンのラテラルヒンジプッシュアップ、最後まで安定してできました。非常にスペースの活用が上手ですよね、はい、もうフロアいっぱいに動き回ってる感じがします。7メートル、7メートルのこの正方形のフロアを縦横無尽に動き回ってますね。それも芸術点の加点要素となります。動き的には非常にレベルが上がってですね、はい、技の完成度が昨年以上ずっと良くなってきましたね。ちょっとこう音楽との一体感というところで少しですね、もったいないような気がするんですね。はい、ニュージーランドのアンジェラ・マクミラン選手によるルーティンでした。さあスローで見ていただきましょう。このパイクジャンプ、そしてコンビネーションなんですが、はい、2回転綺麗に回れましたよね。このようにシザーズも空中姿勢がアンジェラ選手素晴らしく正確ですね。はい、得点を待ちます。 21.00、 アンジェラ・マクミラン、去年の日本選手権で2位に入った向山、上野、佐藤のトリオ。実はこのトリオは向山が40代、上野が30代、佐藤が20代という非常に年齢差のあるトリオなんですよね。ただこう動きを見てますと、その年齢差全く感じられませんね。よく合ってますよ。いいですよね、非常にこうぴったりとみんなの気持ちも一つなってる感じが伝わってきますね、はい、3人の時間差、そしてこうした3人揃っての技が非常に見どころになります。 A フレーム、3人が非常に揃っています。一致性がいいですね。ですね、こう3人の動く軌道もですね、曲線的だったり直線的だったり工夫がされてますね。 18.300 でした。そしてもう一組トリオが出ています。
宮田、竹内、そして吉山のトリオ、湘南 SAJ クラブ所属です。この宮田そして竹内はシングルでも出ています。実力のある2人ですよね。はい、リフトも決まりました。リフテッドベンソンのラテラルヒンジプッシュアップです。この3人の体型の入れ替えも一つポイントですね。そうなんですね。ここから広がって技に入るんでしょうか。ダブルターンのバーチカルスプリット、これどうでしょうか。吉山選手惜しかったですね。最後崩れてしまいましたが、高くリフトが上がります。最後のリフトです。これは決まりました。宮田、竹内、吉山トリオ 18.300 でした。今国際的にもレベルが上がってきましたね。そうですね。今回日本チームでは、ユース4部門のうち3つの部門優勝しました。そうなんです。こちらはユース2のトリオで優勝した是枝富士関中島のトリオですね。身長差もありますけど、よくタイミングの合った演技でしたね。はい、やはりこの若い時代からエアロビックを始めるということは重要なんでしょうね。競技というだけでなくて、内容がいろんな体力をバランスよく使いますね。はい、このスポーツならではなので、ぜひ体を強く育てるという意味でもエアロビックを楽しんでもらいたいと思いますね。はい、そしてこちらはユースワントリオの部門で優勝した大村兄弟、そして青葉のトリオです。やはりこの年代が伸びていくと将来日本チームもっともっと楽しみになりますね。そうなんです。大人の部の活躍している選手もやはりこのユースの時から目立ってましたからね。はい、この後出てきますけれども、男子の部門でもそのユースで活躍した選手がたくさんいますもんね。そうですね。はい、そういう意味ではもう大村選手なんかも今後ますます期待がかかりますよね。ミックスペア、日本のペアです。田中光、宮田芳美、湘南 SAJ クラブ所属です。この宮田選手は女子シングルに出場、そして男子のこの田中光選手はアトランタオリンピックの体操の日本代表だった選手ですよね。ですね。はい、宮田選手3部門ですからね、体力も大変だと思いますが。そうですね。女子シングル、トリオ、そして3つ目のミックスペアです。このペアは予選を6位で通過しています。技がいかに決まるかがポイントですね。はい、田中選手は以前は日本の第一人者伊藤由子選手ともペアを組んでいたことがあるんですけれども、そうでしたね。非常にエアロビックの動きも上達してきてますよね。そうですね。はい、こういったジャンプ系は上手ですよね。はい、リフトも決まりました。ミックスペアも1分45秒の間に12の技、そしてトリオと同じ3回のリフトが必要です。ミックスペアということで2人で表現できる世界という、もう一つハーモニーが欲しいところですね。はい、少しここは2人が離れて位置関係が変わります。プッシュアップは決まりました。そしてリフトです。これは連続技ですね。はい、ちょっと田中選手硬さが目立つでしょうか。